皆さんこんばんは投資の隠れがえようこそいらっしゃいました。さて今回もとっておきの情報を提供していきますので最後までをゆっくりとお楽しみくださいませ。今日の東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し。 大引けは前営業日比267円35銭高の28,383円9銭だった9月13日以来の高値水準となる米国の利上げペースが減速するとの思惑などから前日までの米国株式相場が上昇した流れを引き継ぎ幅広い銘柄が買われたただし朝に上昇した後は短期的な過熱感から利益確定売りが一段の上値を抑えてやや伸び悩んだ 当初株価指数は5日続伸した、終値は24.05ポイント高の2018.80で、2000台を回復した1月12日以来の高値水準となる、23日に公表された11月開催分の米国連邦公開市場委員会 FOMC の議事要旨は、利上げペースの減速を示唆する内容だった。 これを受けて、東京市場で海外投機筋による主力株や株価指数先物などへの買いが断続的に入り、日経平均株価の上げ幅は一時380円を超えた。業種別では海運や商社、電気機器の上昇が目立った。外国為替市場では円相場が一時1ドル138円台まで上昇したが、相場全体への影響は限定的だった。運用リスクを取ってもよいと考える投資家が増えており、 主力の大型株以外に中小型株にも資金が入った東証プライムの売買代金は概算で3兆3349億円売買高は13億1110万株だった東証プライム市場の値上がり銘柄数は1534と全体の約8割を占めた値下がりは248変わらずは54だったこのような状況から AI が予想する株価トレンドは 今後しばらく下がり続けると出ていますただし株は下落している時に買うものです長期 AI による株の買い時シグナルはすでに出ていますのでここからしっかり投資をしていくのも選択肢の一つですこのチャンネルの投資状況も今後お伝えしていきますので是非この機会にチャンネル登録をお願いいたしますそれでは明日も絶対に見てくださいね いいかお前ら株式投資は完全に自己責任だぞ自分で考え自分で決めろよ絶対人のせいにすんなよじゃあ明日も絶対見てくれよな